文芸雑誌とは雑誌の一種で書評や評論、小説、詩歌、随筆などの短い作品を中心に掲載するもので、同人の間で刊行されてきたものや、個人や出版社などが発行人となり、原稿を文芸家に依頼したり、一般から募集するものなどがある。内容は、いわゆる文学だけでなく、美術、音楽、漫画、旅行、料理、哲学、 思想などに及ぶものもある。また企画を組み、テーマに合わせた文章や関連事項などを扱い、研究などの発表にも多く利用される。欧米の19世紀初頭の出版やジャーナリズムの公用に伴って文芸雑誌が誕生した。特にイギリス、ロシア、アメリカ合衆国において盛んであった。初期のものは評論雑誌から発達したもので、 必ずしも文芸に特化したものではなく、また発行も長く続かなかった。しかし、19世紀末年頃になると、文芸雑誌は世界的に大変な活況を見せ、作家の拠点とされるようになる。日本における文芸誌の最初期のものには、尾崎紅葉、山田美妙らが1885年に始めた、ガラクタ文庫、女流作家を輩出した女学雑誌、イラツメ、 評論しながら文芸作品も多く分断の登竜門とも言われた国民の友大手出版の金光堂が有名作家を揃えて始めたとの花春陽堂書店の発行する新小説などがある。日本の文芸雑誌として商業的に安定的に発行されたのは20世紀初め総監の新調を本格的なものとして考えることができる。これによって それ以前は新聞を主な発表媒体としてきた日本の文学が雑誌中心になっていくことになった。ただし、戦前には中央公論、改造などの総合雑誌が権威ある発表舞台として定着しており、新潮、文芸などの文芸雑誌はその次の存在として見られていた。しかし、1970年代から総合雑誌が文芸作品を エンターテインメント系にシフトしてからは、文芸雑誌の比重が増している。日本の文学の特徴として、純商業的な文芸雑誌の力が大きいことが挙げられる。早稲田文学、三田文学のような大学と関係した雑誌、戦記、新日本文学、民主文学のような文学運動の雑誌、白樺、新市長、近代文学のような反動人誌が商業文芸誌に劣らぬ。 優れた作品を生み出してきている。なお、競技の文芸雑誌には、オール読み物のような小説雑誌、新青年などの推理、SF 誌などは含まれないのが普通である。また、詩短歌、俳句の雑誌も含まないのが通例である。近年日本の文芸雑誌の売り上げは、純文学雑誌だけでなく、中間、大衆小説誌も赤字になってきており、 これを単行本の売り上げで回収している現状である。過去の文芸雑誌に関しては、カテゴリー文芸雑誌を参照のこと。ありがとうございます。